今回の工事では以下の3種類のクレーンが登場します。ラフテレーンクレーン、手前のタイヤ付きのもの、クローラークレーン、奥のキャタピラーがあるもの、トラベラークレーン、ホーム上据え付け固定のもの。こちらはトラベラークレーンになります。結論からで申し訳ないですが、今回の工事では利用しませんでした。こちらはラフテレーンクレーンになります。現場ではよくラフターとも呼ばれます。ヤレイ終了で作業開始です。ここからしばらくの間、2倍速です。3種類のクレーンが揃うのはなかなか見られない光景かもしれません。トラベラークレーンは移動に備えてアームを線路と平行にしていました。トラベラークレーンの周辺では移動に備えて作業がされていました。待って。
溶接の火花対策で散水が実施されていました。今回の動画はここまでになります。最後までご覧いただきありがとうございました。